はい、ミサとオーシャルチファームのコニタンです。ということで、早速ヒナが生まれたので、皆さんに新しい子が入りました。上の経過観察います。これからどんどんヒナが生まれてきて、忙しさが半端じゃなくなります。動画投稿の頻度もどうにかね、保っていきたいです。暑い、この部屋は暖かいですね。ひなが快適に暮らせるよう部屋の温度を暖かく保っています。現在の部屋の温度は 25.8 度、湿度は 19%。 懐かしい、1年ぶりだ。快かね。こんな感じで皆さんの中の記録を書くわけなんですよ。今日は8月の22日、時刻は8時50分ぐらいかな。曇り、気温は 25.7 度、湿度は 17%。 はい、西の34というところに区画をつけて、今はヒナを入れてます。はい、懐かしいな。そうか、これを使って、ここだ、あそこか。はい、皆さん、あそこの区画の中にヒナがおります。入ります。失礼します。なので見てください。見えますか？ちょっと暗いけど、暗いけどね。あ、昨日生まれたであろうさんは昨日連れてこられたんかな。まだ3羽しかいないですけど、これから増えていきます。29.4 26.4。 はい、29.4 と 26.4。この差をね、ここに書くわけなんです。26.4 と 29.4、うん、いいんじゃないですかね。でも餌あげたの、あげ始めてるんだ。でも餌あげ始めてるらしいですね。はい、まだ餌にはあまり手をつけていないようです。今ちょっと暗くてね、見えにくいかと思いますが、はい、こちらに3羽います。ナンバー1、ナンバー2、ナンバー3ですね。はい、今農場長が水持ってきてくれましたけど、こんな感じで餌食べを促します。まだ動いてないみたいですね。
で、もう餌食べたりするんですけど、まだ全然動かない感じですよ。まあこんな感じです。あ、本当だ。はい。見えますかね。あの、ちょっと白くなってるとこが、ヒナの糞ですって。ちょっとずつ動いて、食べて、糞をしてるみたいです。はい。ということで、今日のヒナの観察でした。皆さん、ヒナの観察。お、とっと。動画がちゃんと分かってるのか、君。偉いな。ですね、こんな感じで、活発に動いてくれそうです。皆さん、チャンネル登録、高評価お願いします。今後も、そうですね、僕らの作業とともに、ヒナの様子についても発信していくので、ぜひチェックお願いします。それでは皆さん、この辺で、バイバイ。